フランク・ロストは、ドイツ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。旧東ドイツ3部リーグの1、FC マルク・クレーベルクでデビュー。ヴェルダー・ブレーメンに移籍すると1998から99シーズンに、レギュラーに定着し、2001から02シーズンまでプレー。2002から03シーズンには、シャルケ04に移籍。2006から07シーズンには、マヌエル・ノヤーの台頭により、正字形の座を失うが、2007年1月に、ハンブルガー SV に移籍すると、すぐに守護神として定着。当時リーグ戦で最下位に沈むなど、苦しい状況にあったチームを救う働きを見せた。2011年4月4日に2010から11シーズン限りで退団することが、ハンブルガー SV の公式サイトで発表され、アメリカメジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズへの移籍した。しかしニューヨークレッドブルズでの出場は11試合に、止まり1シーズン限りで退団、そのまま現役引退した。2012年9月からハンブルガー SV の女子サッカー部門のコーチを務めたが、2013年限りで退任。同年6月19日に、ハンブルガー SV のハンドボール部門のマネージングディレクターに就任したが、2013から14シーズン開幕前の同年8月13日に解任された。両親はオリンピックでメダリストとなった元ハンドボール選手である。父のペーターは1980年のモスクワオリンピックで金メダルを獲得した。母のクリスティーナは1976年のモントリオールオリンピックで銀メダルを、1980年のモスクワオリンピックでは銅メダルを獲得した。ありがとうございます。